けどその負けすぎてるからね、プーチンは。あまりにもなんかどんどん負けていってるっていう状態を、例えば国民の方は民主主義でもないし、情報も行き届いてないから知らないままのやつもいるのかもしれないけれども、この前テレビで見てた時にどんどん国境を越えて脱出している人たちの中に、なんでプーチンのために死ななきゃいけないんだとっていう風な言い方をしていたわけよね。でなんかプーチンのために戦わされて袋になって袋に入れて帰なきゃいけないようなものになりたくないって言ってる人の感覚はどうも真相知ってるみたいだなと、どうやら SNS とかそういうので、どうもこれは勝手なプーチンの戦争で、それでしかも負け始めていると、そこに動員かけられていると、で全く無駄な戦いしなければいけないとかということを知ってる人もどうもいるなとっていう気もしたわけですよ。でそれをこう見てたら、民主主義的な過程でプーチンを下ろすっていうことはできないかもしれないけれども、やっぱその軍部で支えてる人間もヘルソン州から撤退しなきゃいけないとか言ってたすごく過激な司令官がいましたよね。ああいう人なんかでも結局撤退することを認めているっていう状態になってるから、作戦的にこれは勝てないなっていうふうなことを認識したときに、プーチンをこのままにしていたら大変なことになるとかと思って、でそれこそ反乱を起こすみたいな、クーデターを起こすみたいなことをことだって起こるんじゃないかなと私は思うんだよね。それ力学的にそっちに向かっていくしかもうないやん、プーチンがどん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 負けるからとっていう感じながするんですよ。で自分から降りないにしたって、でもどんどん負けていってっていう状態にはどうせなるわけだから、多分その時にアメリカとかが出ていくんでしょう。でどういうその和平とか停戦交渉を作るかみたいなところで出ていくのかもしれないけれども、で基本的にそのウクライナの国民を完全に無視した停戦案は出せないですよ、もはや。もう元のところまで戻してしまうんだから、今からウクライナが。でそうなったらそこで結局停戦するしかないとっていう話になる。でわしはプーチンがそのまま生き残れるのかどうか非常に疑問を持ってるんですよね。失脚して何らかの役職でなんか法務大臣かなって死刑の判を押すとか、そんなやつそういうことはありえない、ありえないから、わしはやっぱり殺されるしかないなと、プーチンって殺されるしかないなとっていうふうにも思ってるんですよ。何者かの力で殺されるこれはとっていうふうに、まあ、思ってるんですよね。やりようがない、あの人亡命もできないし、そもそもがだからそういう形で決着ついていくんじゃないかなとかとも思うんだけれども、ただね、その今もともと国民が帝国主義的なもう新政になっているからっていうふうになると、そりゃ確かに難しいですよ。でもこういうのってね、負けてしまった元結局その新しい領土として認知したものも全部取られてしまったって言ったら、感覚違ってくるよこれ、国民の帝国主義的な感覚もやっぱこれ無理なのかなってなってきたら、不安がすごく押し寄せてくるというかっていう形になって、やっぱりますますプーチンにとっては不利な状態になっていくんじゃないかなっていうふうに、まあ、思うわけですよね。でも確かにそれは国民そのものがもともとのそのロシアが持ってる大国の覇権主義な感覚って、自分たちがアメリカとかと結局互角に戦えるほどの大国だっていうことに誇りを持ってる人はいるだろうから、だからその人たちの存在はあるかもしれない。でもなんかこのもうあまりにも経済制裁受けすぎているから、もうこのまま行くと本当にもう北朝鮮みたいになっちゃうよ、ロシアって。
もだって GDP 韓国より下ですよね。そしたらもう本当にもうどこまで弱体化するか分からなくって、そしたらもうとにかく中国の属国になっていくよねっていう状態になってしまう。ロシアってさすごくまずいんじゃないかなと。それでなおかつウクライナ勝ったらもうウクライナにどんどん投資が始まるからね、西洋諸国の資本がどんどん入っていくから、もうそれはもうなんていうのか、もう必然でしょ資本主義ので。そうなると横にウクライナでどんどん復興していく国が、しかも なおかつ軍事的にもしっかり強固になっていく国が出来上がってしまうのよ。でそれを横目で見ながらロシアがなんかもう指くわえてさどんどん貧乏になっていくっていうのを見なきゃいけないわけだから、これもうプーチンなんか生き残っておれないよそれ、あいつのせいだってなっちゃって殺されちゃうっていう状態じゃないかなとっていう気がするんですよね。全く無駄なことをプーチンって本当にやってると、大体もう最初の段階で キーウを落とせなかったっていう段階でもうプーチンはもうおしまいですよね。基本的に追いやられていくだけの人間だというふうに私は思ってるわけですよ。でもっと言うんだったら、あれだけの戦争犯罪積み重ねてるんだから、これはもう国際刑事裁判所で要するにもう悪だと認定して、犯罪者だと認定して追いかけ回す必要がありますよ。どこに逃げてもね、絶対捕まえて縛り込みにするっていう必要が絶対ありますよね。これなんかやっぱりユダヤ人を虐殺したやつね、あのやつらだってナチスの人たちとかね、そうそう、はい、もうアイヒマンはそうですよね。そうそう、うん、いやこれこそそう捕まえるのはそうだけど、もう80になろうと90になろうと捕まえるからね、ああいう風にならなきゃダメなんですよプーチンっていうのはね。